さよなら。さよなら。はい、じゃあいい匂いする、いい香りする、すごいコーヒーの香りが。村井さん、実はあの一回外はけた出た時にコーヒーここに移動させてたの覚えてないですか？全然覚えてない。やっぱ覚えてないんだ。やっぱ覚えてないんだ。ここに移動させてもらうと出てっちゃったからどうしようと思って。でもおそらく村井さんは気づいてない。多分移動させても気づかないだろう。そう、え、私、珍しくないそっちにコーヒー。そう、なんかなぜかここに置いてる。置いてますって。え、覚えてないですか？覚えてない。無意識、無意識。覚えてないよ。無意識だったんだ。あ、そうじゃないよ。すげえな。あと、睡眠不足。あー、それはぼーっとしてんだ。お疲れですね。4時までやったんですね。めちゃくちゃマッサージしましたもんね。全然飲まない、これ。ずっと顔マッサージしてんだ、これは。で、まあ視聴者と同じ気持ちでしたね、我々ね。早く早く早く。めっちゃ面白かった。思ったかな。いつ飲んでくれるんだろうと思って。視聴者もああいう気持ちなんだろうなと。いけいけって思うんだろうなと思った。ちょっと一定再開。いや、大成功です。大成功ですね。良かったですよね。このね、それがいいね。どうしましたか？いやー、変な声だ。この系はびっくり度的には高いですか？いや、高いですね。高いです。未知のものが出てきてしまう。すんげーいい香り。どこで買ったの？これ。え？このコーヒーはどこで買ったの？豆は。豆ですか？スタバかい？ベロチェか何かかい？普通にパリーズってことかい？業務スーパー。業務スーパーね。バレだね、業務スーパー。そうやって入れてる間にめっちゃコーヒー豆が落ちてるじゃないですか。そう。ちょっと、お兄さん。お兄さん。言うなにお兄さん。このコーヒー豆は、これです。いってみます。これ、いってあるでしょ？そうです。そうか。聞いて飲むんですか？聞くの。そうです、聞いて。コーヒーミルがないと飲めないのか、これ。大変だよ。豆からコーヒー飲むの大変だよ。ミルと、あと、フィルターとね。いやいいよ。よかったよかった。私はこうやってブロックしてるのに、さらに当たろうとしてますけど。まあ、そういうの全部気にする子じゃないんで。まあ、そうだね。言わなしたんですけど。破天荒な。破天荒だね。破天荒なら、そのわがままボディだけにしておけ。そうしたらもうのすごく広いはいいって発想なんですよ。そうだね。まあ、掃除するときに一旦端っこに全部寄せるよって書いてある。嘘、一回寄せもしないんじゃないの。全部基本的に掃除しない。全部ガーって真ん中に集めて手ぐしてないと。で掃除するんですか？埼玉みたいな感じ、はい、あ自主的に。それ自主的でしょ。自主的じゃなくて誰がそうだ。誰がお前の家政婦さんだ。これ置いとこう。倒れたら大惨事。本当ですよ。いい香り。すごいいい香り。いい香り。以前私が視聴者からいただいた参りますオリジナルカップ。それこれ掘られるんですよ。いいっすね。これに入れるとこれですよ。いやいやいや、それに入れればいいんじゃないかな。あ、すげえ回る。今入れる。あ、すごい。ハンドスピナーみたいな。全然絶対ゴースやめて。絶対ゴースか。絶対ゴースか。マジ止めでした。マジか。あ、いい。シャレオツだ。ハンドスピナーやめます。わざわざマジインタップです。シャレオツ、シャレオツ。あ、いい。なんで急がせたの。急がせる理由ない。いいっすね。たっぷりじゃん。いっぱい分ですよ。いや、いっぱい分どころじゃない。おみいっぱい分です。何倍分もあるでしょ。めっちゃ高い。ありがとうございます。ポリ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 。終わりましょう。見つからないようです。見つからないようです。出口が見つからないようです。これはもう、だから対応できてます。